NTT 代表取締役社長の島田です。株主通信 NTT's 2023年12月号をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。先般当社グループ会社にて発生いたしましたお客様情報の不正流出に関しまして、株主の皆様、お客様をはじめ関係するすべての方々へご迷惑ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 NTT グループでは今後さらなる対策強化を行い、再発防止に努めてまいります。2023年度上半期決算は、営業収益は対前年同期784億円増の6兆3646億円と過去最高を更新しました。営業利益は対前年同期456億円減の9509億円、当期利益は対前年同期258億円減の6708億円となりました。2023年度通期業績予想については、営業収益13兆600億円、営業利益1兆9500億円、当期利益1兆2550億円を見込んでおります。上半期では営業利益、当期利益とも対前年減益となりましたが、おおむね想定通りの進捗であり、下期の増益でカバーすることにより年間計画達成とともに EPS 目標についても達成に向けて引き続き取り組んでまいります。本年5月に新たな中期経営戦略を公表いたしました。その基本的な考え方は、 NTT は挑戦し続けます、新たな価値創造と地球のサステナビリティのためにであります。この取り組みを推進し、株主の皆様の期待に応えられますよう尽力してまいります。